は、この列車は9時16分発、鉄大垣行きです。鮭貝、大宮川区、柏原の順に終点大垣まで各駅に停車します。田村から車します。各駅のお客様、閉まるのにご注意ください。ここのあとええな。これ音声入ってもらうのか、この辺で。いや、僕は冷めない声でからでいい。あなたはどこ撮るの？もうずっとずっと撮ってんの。これカメラやろ。いろんな場面を撮るわけ。まあ下です。向こうから電車を。あ、電車を撮っとるわけ。あ、これも撮っとるじゃん。あ、もう間に合うんやな。うん、何がいいの？まとまった風景がいいの？風景と下がり電車がそこそこでできたのがいいの、うん、僕は電車のカーブを今日取らない曲がってるというの大見長岡から柏原にかけてガーッと曲がっとるやん、そこの場所を取りたい。今日は電車会をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は普通大垣行きです。鮭貝大宮川岡柏原の駅に終点大垣まで各駅に停車します。列車は4両で車内は禁煙です。お手洗いは一番後ろの車両にございます。お願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用がマナーモードに切り替えたなど今このボロいカメラ早くご迷惑とならないようお願いいたします。優先的に電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。おっちゃんもこれで5段いたんでもらう車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や死んだ荷物を発見された場合は車掌または駅係員にお知らせください。なお緊急を要する場合には車内の操縦表示のある起動ボタンを押して乗務員までお知らせください。各車両、後ろ寄りに優先席がございます。後ろ寄りの方、体のご自由な方、妊娠されている方や小さなお子様を連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。担当乗務員、運転士、高座、車掌、各座が終点大垣までご案内いたします。どうぞ、おいでよ。お荷物は棚の上や膝の上に置かれていただくなど、一人でも多くのお客様がお座りいただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。
るな。大きな見えんな、まずいな、ほら。
ごめんな。お願いいたします。この列車は9時30分発です。大垣行きです。柏原、関ヶ原、新田向けの順に停車します。あと4分ほどで発車いたします。西坊勢からまっすぐ突き切って直線で行けば500メートルぐらいのところなんかいい一の二の畑の処理団の船が私は4つの船で、だけどそれはなんでよ、ここだけ覚えてるのはおじさんが、つまり親父の男が戦死派海軍でそれの葬式それお葬式があって、お坊さんとかね、みんな来てたって。で、お坊さんも頭だけ押し込んで、ちょっと破壊して、お客さん見てて、あの、とかね、あの、そういうあれで、僕らが、いいとこなんか持ってて、夏やから、夏の中で、ね、あの、なんか、ね、人にされてたっていうのが気をつけたんですよ。うちの、なんていうか、人間がもう、右のところは、飛行機、まあ、西には初めて飛んでいた。チームね、チーム。なんか、チームを飛んだけど、西に飛行機を飛んで、チームを飛んで、チームを飛んで、社宅があったから、死ぬときは、もう、逃げてきはるのか。民族館の授業であの安全性が言ってたやつ前払い金っていうカスクスさんが欲しいというのが頭が残ってるとかあれ拾ったらあの高く勘弁とか言ってたら同じことになる。何でも知ってることをね、見てもらって、それをまた皆さんに返すからって聞いてはった。僕らはあの顔、ああ、そうだ。そうだな、今の話なんですよ。お願いいたします。この列車は9時30分発です。大垣行きです。すみません、車中取るよ。すれ違う。9時半。9時半に声来たらええな。9時20何分に。おほう。もうやっとるでな。スカッとしとったらええな。今の過去のカーブが取れたから電車が取れんかったよな。車体が増えて曲がるところな。あとカーブ
要するにカーブやすごい きついカーブやちゃん表現してん。
右側です。ドアから手を離してお待ちください。
じゃあどうも。さよなら。押すのかな。僕もそこから。
僕ね、ここで、ね、アイダーさんと会ったよね、ユミちゃんと持ってるよ、ちょっと持ってるよ、ケイスケさんはでしょ。大垣です。
とうございました。まもなく終点大垣です。出口は右側レッドから手を離してお待ちください。美濃片側方面垂水鉄道線養老鉄道線は乗り換えです。乗り換えのご案内いたします。美濃片側方面です美濃片側行き10時38分乗り場3番線この先東海道線快速豊橋行き9時57分乗り場1番線です。お手荷物など忘れ物のないようにご注意ください。なおこの列車大垣行き到着後車庫に入ります。引き続きのご乗車できませんのでご注意ください。大垣行き到着後車庫に入ります。引き続きのご乗車できませんのでご注意ください。まもなく終点大垣です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。この先東海道線快速豊橋行きは9時57分乗り場1番線から発車いたします。足元見てね。